保持力は磁化された、磁性体を磁化されていない状態に戻すために必要な、反対向きの外部磁場の強さを言う。高磁力とも言う。保持力の単位には、CGS 単位系では、エルステッド、オエ、SI 単位ではアア、アンペアごとメートル、アンペアマイメートルを用いる。1、アンペアマイメートルは 4π10 から3、オエ、e、である。BH カーブ、磁性材料が、 外部磁場の中に置かれた時の磁化の強さを示す図。図において、強磁生体を外部磁場の中に入れて、外部磁場を大きくしていくと、磁性体は磁化されていき、磁束密度 B を増加させる。そこから外部磁場を減少させていっても、磁性体の B は、基地時のカーブに沿って減少することはなく、ヒステリシスを持つ。外部磁場がゼロになった時、残っている磁化を残留磁化という。 さらに逆向きの磁場を加えて残留磁化が0になった時の外部磁場の強さが保持力である。なお、磁化と磁束密度 B は強磁性体の統治率が大きくて真空の統治率による磁束密度 μ0H を無視できる場合は同一視して良いが当時率の低い永久磁石材などでは全く無視できなくなるので注意を要する。永久磁石の材料としては 保持力が大きいことが望ましく、変圧器の地震などの用途では、逆に小さいことが望ましい。保持力は外部磁場による磁壁の動きやすさによって決まるので、材料の組織の大きさ、残留歪みの量などで変化する。なお、逆磁場や温度変化による磁力の減少を、原時と言い、磁力を失わせることを生じという。ありがとうございます。